高原義忠3月16日平成元年6月12日は日本の神道学者、神職。八坂神社名誉宮司、工学館大学学長。明治25年3月16日、岡山県岡山市に、木、三次辰野の子として生まれる。明治44年岡山県立岡山中学校、卒業、大正5年神宮工学館本科卒業。 和歌山県立農林学校教諭、神戸市、新興商業学校教諭を経て、大正12年より、日光東照宮ネギ。翌年、白山部め神社宮寺、昭和8年函館八万宮宮寺、昭和11年八彦神社宮寺、昭和13年八坂神社宮寺になると、昭和51年までその職にあり2月より6月まで、退職、退職後に名誉宮寺となった。 神社本庁理事、京都府神社町長,長長なども歴任し、昭和42年、神社本庁から長老の称号を授かる。神職として奉仕するばかりでなく神道学の学者として学問にも貢献。白山美名神社時代に、白山美名神社総書前七冊の編参。函館八万宮時代に、函館戦争資料。八彦神社時代に、八彦総書第一集。 八坂神社に勤めて間もなく、八坂神社記録、八坂神社文書など刊行した。戦前は、昭和6年神宮工学館普通科教諭、昭和13年京都国学院講師など移植され、戦後は芸林会の発起人及び代表者、また、新東史学会の設立に、中心的役割を果たした。昭和36年、 工学館大学最高にあたっては、設立準備委員会の委員長となり、最高されると、同大学理事、また講師として、祝詞作文の科目を担当。昭和41年、工学館大学学長に就任。昭和48年まで務めた。昭和47年君三等随法省受賞。五人の子を儲け、次男おもが新職を継ぎ、三男北は、 工学博士で名古屋大学教授、航空宇宙技術研究所部長などを務めた航空宇宙学の第一人者。現代ぶっこ者、時点1988から 1990P374。ありがとうございます。